レストランガストロノミークの中でも長い歴史を持つ、ストラスブールのメゾンカメルセル。ポール・ボキューズのレストラン、ローベル・ジュドゥ・ポンド・コローニュの店内。レストランガストロノミークは、質の高い料理、充実したワインセラー、気配りの行き届いた接待、素晴らしいサービスと快適な雰囲気を備えた、ガストロノミーを強調したレストラン。ガストロノミークと称されるにふさわしい質の高い。 レストランの主だった特徴は、その提供するメニューにおけるもろもろの料理の複雑な構成や個々の料理の価値の高さによって形成される。こうしたレストランでは、一般的に肉料理や魚料理を提供している。また、施設の内装や顧客が生じ入れられる空間にも、一定の約束時がある。レストランガストロノミークは、ミシュランガイドで星を与えられるか、 ゴーミヨで満点の20点に近い評価を得ているような店である。レストランがストロノミークにおいては、レストランの経営者であったり、共同経営者の一人であったりするシェフが、コックたちの統率や料理の決定について、実質的な権限を掌握している。シェフの職務上の責任には、以下が含まれる。1970年から1980年にかけて、 こうしたレストランのオーナーシェフたちは、ヌーベルキュージーヌの機種となった。しかし、その後は、財政面の厳しさから、優秀な、特にとりわけ優秀な料理人は、ホテルなど大きなグループ企業に雇われる道を選ぶ傾向が強くなっている。ありがとうございます。